はい、知床です。試飲やっていきたいと思います。前回ですね、なんだっけ、ズー先生ですね。はい、ズー先生の調査に H 小学校に再び向かうことになりましたね。で、戻ってくる直前にですね、ピアノの楽譜を見つけたんですね。はい、ちょっと読んでいきますね。どこからかピアノの音が聞こえた。音楽室でもあるのか。奏者はズー先生か。それともよくある霊障の類か。音を聞いた後に、その付近でピアノの楽譜も手に入れた。王子様の楽譜。小学生の音楽の授業で使う曲だろう。俺は楽器などから騎士だが、芸能に強そうな印人もいたな。とはいえピアノを弾く必要があるとはとても、うん、とはいえね、キャラクターの一人であるこの子がね、愛ちゃんピアノを弾けるほどっていうことなんでね、ちょっと関係がありそうなんで戻ってきましたね。で、連れて一緒に行くことにしましょう。はい、じゃあ進みますね。はい、ちょっと音楽が聞こえたピアノ側を通っていきたいから、こっちから通っていくか。右ですね。で、上と。なんか鏡とかあんのかな。鏡見たりする？何も起きなかった。じゃあいいや。関係ないもんね、この辺は。はい、どこだっけ。あ、音楽室の扉に鍵かかってんのね。ここでじゃあこの愛ちゃんにピアノを弾いてもらうことになるのかな。で、ここは確か、あ、そうそうそう、ここは何もなかったね。ここで、聞こえてきたんですよね。ピアノの音が。はい。何もなさそうなんで、向かいますか。で、5年生の教室に、これですよね。針金で閉じられてる跡があるんですよね。6年生は何もなかった。もう、お札だけでしたね。で、理科準備室ですね、ここ。セーブしてから先進みましょう。はい、セーブ OK ですね。行きますか。見る、探る、紙がこぼれる、紙片がこぼれる。ああ、オッケーオッケーオッケー。お札、こんなとこに札をんの、何が起きてんだよこの学校。探索は終わりですね。うっ、これ触りたくない。なんか襲ってきそう。戸棚はある。見る、探る、シュレッダーダストの詰まったゴミ袋だった。え？あ、裁断したやつで死とか書いてあったね。い、なんだなんだ、これを集めてなんかすんの？なんもないね。目と手と耳。
これやばすぎでしょ。ホルマリン漬けしてるから立ってないに見えるだけじゃない。マジでこれ見んの？あ、付箋がつけてある。シュラ様やりやがったな。シュラ様殺してんじゃん。1階？え、じゃあ職員室の、そう、あの準備室だっかなんだかのところ、用具置き場、そう。付箋を手に入れた。道具探ってみよう。まず透明な瓶、刺激臭を放つ茶色の瓶、オイル巻きの瓶はい、こんなもんか。え、水天の衣服、おお、白衣、道具、ハンマー割ってみるか。ダメ、あ、間違えた。ナタ、ダメ。あ、これ読んでみようかな。祭壇編し重要品、祭壇編から復元されたメモ、制御成功にて麻痺す、麻痺するとかかな。極めて脆弱なため注意して、注意で硬直する、危険しなければならない。これなんかそうとしてほしいな。これそう関係ある、重なりそうにはないけどね。祭壇編から復元されたメモ2個目ですね。異合生物、なんだろう、結合生物はそんなんかな。特定種頭脳となる豚脳はまた近距離、至近距離とかかな、から蛇腕に、音は無効、異常のことから音、極めて注意、また上と下でつながったりするかなと思ったんだよね。死が上で意が下で、合わないね。意が上で死が下ってなると、ちょっとつながりしなければならない以上のことから、あ、話ちょっとつながんないね、わかんないですね、まだ。はい、じゃあ次行きましょう。有名な童話のピアノ楽譜、それほど複雑な曲ではないが、ピアノの経験者でなければ聞きこなすことは難しい。駒のお星様を弾くってことですね。事務ゴミ、理科室準備室の古びた戸棚に詰め込まれたゴミ袋。理科準備室じゃないですね、理科室準備室なんですね。中にはシュレッダーダストがはち切れそうなぐらいに詰め込まれており、まるで丸々と膨らんだクッションのよう抱えることに意味はあるのか、なんかあるんですかね。付箋、理科準備室、あ、これは理科準備室なんだ。理科準備室の薬品棚にあった標本容器に
貼られていた付箋、修羅様下と書かれている透明な瓶、白いラベルが貼られた薬瓶、 CH3CH2O0H、 ちょっと分かんないですね、なんだろう、燃料用火器厳禁とラベルには書いてある。膜、無色な液体、遠距離ですね。光を遮る茶色い薬瓶、塩素に似た刺激臭がする、腐食が激しいラベルは取り扱い注意の文字、刺激臭ね。瓶全体にアルミホイルが巻きつけてある薬瓶、 HD5 とラベルにある爽やかな花のような香りが漂っている。希釈液、希釈液なんだ。梱包された衣類、厚手のビニールで、梱包された衣類一式、一番上には白衣が見える。ホルマリン容器の入っていた薬品棚に押し込まれていたと、はい、一通り読みましたね。道具は関係なさそう。じゃあこれ見てみますか。触ってみる。なたやハンマー、道具、なた、透明茶色、関係ないかな。はい、じゃあ戻りましょう。これで、は？テスト？まずメモ、そうだ、メモ読んでなかったね。4は見た。はい、理科準備室、異臭漂う理科室の奥、理科準備室で異様なものを発見した。手、耳、眼球、それは薬液に使った人体の一部だった。切断された間もない様子で、部位は女性のものに見えた。他に何か使えそうなものはないか。棚の物色してみた結果、ラベルが腐食した瓶、CH3CH2OH と書かれた瓶、それといい香りのする IED5 と書かれた瓶を手に入れた。校内放送、突然おぞましい声の校内放送、この声の主がズー先生なのか、テストをやれとは、テストを受けろということか。今いる理科室を含め、学校の2階には他のいくつか教室がある。ズー先生の目的は不明だが、テストの設問文や回答の中に会議に対する重要なヒントが隠されているかもしれない。なるほど。いずれ訪れる会議との対峙に、備えつつ挑戦してみるか。あれ？ピアノとは、これ読んだね。ピアノの楽譜、どこからがピアノの音が聞こえた。音楽室でもあるのか。奏者はズー先生か、それともよくある霊障の理か。これ読みましたよね、まあ、ページはじゃあこれ、こっちの方が先だったんだ。遭遇するのなんかチェックしてみるか。これ、あ、これ違うよね。あった。はい、盗み見してみよう。化学式の記号のようなテスト、化学実験を思い出すこと、実験を思い出せってこと。やってみるか。だいぶ怖い。これで
しちゃうの？待て。化学物 A は、燃料や消毒液などとして幅広く使用される物質である。あ、2だこれ。2だったね。はい。2。OK。化学物 N は代表的な強酸の一つで、さまざまな金属と反応して塩を生成する。わかんないよ。燃えないやつだね。どっちだろう。これかな。茶色だったしね。遮光できる容器に入ってると。あ、合ってた。よかった。適当。超適当。濃いと臭く、薄いといい匂いがする。アンモニアは絶対違う。スカトール、どっちだ？インドール。うわ、よかった、合ってた。適当ですよ。いや、2と3の問題は、全然わかんなかったな。2に関しては、デッドリーチョイズの2に関しては、まあね、ヒントがあったんで分かったけど、3つ目全く分かんなかったね。次のテストは隣の教室。あ、行かなきゃいけないんだ。しまい込むんだ。警備員のやつ。ああ、男ですね。ああ、やっぱり。いなくなってたもんね。萌え放置って一人にさせなくてよかった。一人にさせてたけど5分ぐらい。あの時迎えに行かなかったら多分もう死んでたな。明るくなった。隣に行くんだ。いやー、テストむずかったぞ。適当。3択を当ててったんだ。まあ2択だったか。2択を当てていきましたからね。はい。アイゼン。シュラだったっけ。で、鼻をつけた鉄の匂いがする。で、他にはないよね。あー、これしかないか。はい、盗み見しよう。国語のテスト。黒板をよく見ること。アイゼン、シュラー。
まあ、やるか。ふがふがやめてくれ。あー、また来るのね。ちょっと待って、ちょっと。仏を信じることは大切。仏は大事、一番大切さ。え、何これ、アイゼン。大変強い、エンジェル。何これ、何これ。あ、愛だね、これ絶対。黒板だ。この四文字熟語は分かんなかったけど、黒板に書いてあった文字は分かった。次は、じゃあ、染めるとかがなんか出てくるの、これ。殺し尽くします。眷属のお蛇さんたち。大変苦しい。苦しい毎日です。何この括弧とか。火や熱を、あ、熱を嫌うんだ。あ、これヒントですね。蛇に対しては可燃物で戦えってことなのか。なんだろう。あ、やっぱ染めるだ。染める染める。この四文字熟図知らないぞ、これ。アイゼン様、毎日脳みそ心臓ん、脳みそが大事。脳みそどっかから取ってこなきゃいけないの。言葉ではなく行動で示す。歩めばペケ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 になれる。何になる気なんだこれ。あ、これシュラ様だからこれだ。オッケー、当てたね。全然ヒントになってるのがよくわかんねえな、内容が。サバイブ、あたと役に立ってくるのかこれ。立ち入り禁止。入るな。なんでだ。まったくだ。あ、行くべきだねこれは。じゃあ解除してバック中見てみましょうか。新しいものは下に追加されてくるんだもん。答案用紙、ズー先生のテストで使われた答案用紙。めまいのするぞ、強烈な獣匂いが染みついている。あれ、なんかヒントかと思ったけど全然関係ないのか。やった意味あったのかねこれ。スルーしてもいけたかね。あれもないか。ないね。変わったりする？あ、これでも連れてきてよかったね。安岡さん連れてきてなかったら多分これも内容読めなかったんだな。入れ替えてきてよかったのか。でも全然役に立ってない気がする。あのまま安岡でよかった気もするね。バックちょっと内容読むか。はい、入室禁止の教室。国語のテストを終えたその時、隣の教室から何か物音がした。おそらく答案用紙に入らぬよう警告が書いてあった場所だ。室内に我々には見られたくない何かがあるということか。いずれにしても差し当たっての目的がテストをすることならば、
それをが終わるまで、ズー先生は直ちに襲ってこない気がする。本当かこれ。ならば隣を先に調べるか。テストはその後でも文句あるまい。これはさっき読んだやつだね。ピアノのやつじゃ先すぎたんだ。後々でもよかったのね。隣行くよ。入っちゃいけないって言ったけど、これか。道具ね。なんだろう。可燃性、あ、腐食性、これだね。テスト受けといてよかった。これ匂い嗅いじゃダメだよ。安岡のおかげだね。安岡先生のおかげですよ。茶色いビオン失った。あ、なくなっちゃうんだ。入ろう。失ったわ。はあ、え、待って、下内臓だらけじゃん。これやっぱ中入ってきちゃダメだよこれ。入んの？入っちゃった。手、人間もある。やばすぎだろこの学校。ああ、生贄の儀式なのね。ちょっとエロいのこれ。死体か。腕が折れてんのあれ。巻きつかれてるね、左手。あ、生きてるの？捕まってる人が。生きてたんだ。はあ。あ、じゃあ服着ろ。衣類が、白衣があったか。あ、怒られた。やべえ。あ、やべえ。霊障に触れちゃいましたね。え、また脱出イベントか。あ、大丈夫だった。そのまま逃げてくれた。オッケーオッケー。森みたいにわざわざ自分で逃げなくてもいいのね。ふう。はい。
何を？印。ああ、この人もか。そもそも生きてたんだね。あんな状況で生きてるとかってやばいでしょ。警備員が速攻で解体されたことを考えると、まあ、1週間経ってるか。最近じゃあこの人捕まったのかな。え？人じゃない。この人じゃない。人間じゃないって言ってるのかと思った。何を、何が言ってる。あ、名前覚えてるんだ。ヒロマドか。あ、ちょっと大人びた女性なのかな。肉ムチムチしてましたからね。え、まあそうだよね。あんなやべえところにいたからな。へえ、知識があるんだ。あ、そうなんだ。あれ？そんなムチムチしてない。さっきの立ち絵とさっきの絵に比べて全然人が変わったように見えますね。服を脱ぐと隠れ巨乳的なやつなのかなこれ。え、あ、そうなんだ。なんかそういう仕事をしてる人なのか。名札までついちゃってる。なるほどね。そういう問題なのかな。そう、それが聞きたい。あれ聞き返されちゃった。ズガワ学び、あ、ズー先生、ズー先生だ。これ怪しいメンツだよね。ああ、そうなるわね。まあ、信じてくれないか。同様だったね。何？へえ。バレてえな。結構辛辣ですねこの人。女の声で物を所定の場所へ届けてほしい。へえ。今回じゃその倉庫に行くのかな。動物？ああ、生贄か。え、トナカイとかダチョって大丈夫なの。
あ、裏ルートね。はい、うん、生贄になってたね。それどの辺にいたの？あ、ぶち切れた。あ、なんか知ってるなこれ。あ、手伝ってくれんだ。あれ、この人も割り切れるタイプの人か。何を取り戻すってんだこれ。ああ、なるほどね。ちょっと仲良くなってからまた聞けるのかな。はい、戻りましょうか。はい、奇妙な同僚バックで、まずは女性の背景とかを知るか。疲労窓か。大手製薬会社の研究員。冷静沈着な、沈着冷静な理性の信奉者で、心霊体験などには極端とも言える拒否反応を示す。代々学者の家系のためか、芸術面には全く疎く。当然、楽器も弾けない。ああ、やっぱなんか楽器うるせえから、絶対ピアノとかなんかあるな。ズー先生。奇妙な同僚。危機的な状況から疲労を救出し、九条館へと帰還した一同は、回復した疲労から彼女の仕事の同僚図川の話を聞いた。話によれば図川は疲労の自宅からある大切なものを盗み、忽然と姿を消したのだという。疲労は図川を追って H 市へ、そして H 小学校へとたどり着いた。しかしその後が曖昧だった。気がつけば疲労はあの猟奇的な仕打ちの最中のにいたようだ、うん、にしても事態を警察に相談もせず自ら図画を追う疲労も十分奇妙だと言える。属性と隔絶した研究業に没頭するあまり何かが欠けているのかもしれない。似た者同士というやつか。いずれにしても図画ことズー先生の創作に疲労は意欲的だ。彼女の持つ印はズー先生とは別の会議に刻まれたということ話らしいが、盗まれたものがよほど大切なのか何なのか。いや、うん、これあれだな、盗まれたものが多分警察に言えねえようなやつなんだなこれ。特になんもないね。トーク3人で会話はできないよね。うん、はい。ではですね、今日は一旦ですね、この辺で終わってですね、再度ですね、また小学校に向かっていきたいと思います。またですね、次回よろしくお願いします。ありがとうございました。